ちらが勝つかってちゃんと歌い切ってください。あちらが勝つか、なんて言ってるのかわからないので最後まで声まではっきりさ、はい、あちらが勝つか、こちらが勝つか、あちらが負けか、こちらが負けか、はい、じゃあ次ひよひよひよこ同じ配置男性
ったらまっすぐ方向に残してください。腹筋使ってくださいね、うん、ちょっとこう、うん、と声を出すときにちょっとだけ押してあげるようなつもりで、お腹から押してあげてさ、はい、ほうほうほうけんきょうほうほうけんきょう、そうですね、桜の最初ほうけっきょう。
巻いてる感じ、先に進める感じにしてください。伸ばしてください。下がらないように。3、はい、雪の山を際を出て雪の山を。
みはってつなげていきましょう。Let's
はあくまでもテナーがメロディーなんで、アルトさんテナー聴いてください。続くやらのところでテナーの方が低くなるので、アルトさんの方が目立っちゃいますから、そこテナー聴いてください。もう一度2番海はソプラノさんも入ってください。男性から Yeah.
ないのでちょっと一小節だけ。綺麗な花よ、綺麗だからやっぱり遅くなるから、綺麗なタッタタンタンタッタタンタン、そのリズムタン、綺麗な花よ、菊の花。象徴している綺麗なお花をイメージしてください。見たことある。この歌ができた時は、はい、仰ぐ御門の菊の花という言葉だったんです。仰ぐ御門、青い御門、天皇家の青い御門、天皇家の菊の御門、菊の御門でしょうね。仰ぐですね。そうか、じゃあ高貴なお花のイメージもありますよね。なんか申し訳ないことに、あの菊の花っていうと私なんかもう仏様の花みたいに感じちゃうんですけど、そうじゃないんですよね。だからだってなんかね、そんな感じで、うちのお父さん菊っていう名前。あ、菊さんだからやっぱり菊はね、そういうイメージで歌わないといけないですよ、だと思います。じゃあ行きましょう。はい、 サイ
チューリップが。もう一回。さあ。はい。さあ、いよ。さあ。すいません。ありがとうございました。母音を動かすそのタイミングを揃えましょう。さあ、いた。サイドっていう方とそれからサイダーっていう方とあるとそこでばらけちゃいますから、皆さんでトントントーンっていきます。サイダーサイダーチューリップの花が分かりました。じゃあ、90ですね。このくらい。コマコマ回れ、ぐる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 回れ、どちらか。さっきはちょっとこれよりも早かったですね。じゃあこのテンポでいきましょう。じゃあ三井先生お願いします。2小節お願いします。はい、3、はい。
めてやっときましょう。それともう少しお顔が上げられるようにしてください。せっかくですので皆さんかじりついてますから。じゃあもう一度お願いします。二小節さん、はい。しまわないでしっかりそこを歌ってから、もう一度じゃピヨピヨヒヨコ、鏡さん待ってるかさん、はい。ピヨピヨヒヨコ、ピヨピヨコ、はい、ピヨピヨヒヨコで皆さんドミソの和音が鳴るのを分かってください。それからピヨピヨおいてドファラが鳴る、体の中をピヨピヨヒヨコファ、シレファが鳴る、そろそろおいでファラ、ファラドが鳴る、その最後の和音を聞きましょう。もう一度じゃあひよこ、サンとシとピヨピヨひよこ、ピヨピヨひよこってなくなってしまう、ひよこひよこです。サン、はい。ピヨピヨひよこ、ピヨピヨおいでおファラが、ここのところそのテンポで。そしたらさっき結構あのウグイスが難しかったのでウグイスいきますかね。はい、これは74、うん、下がりすぎちゃった。じゃあ2、3、4、夢の声が出る、1、2、3、4だからうーが止まっちゃうと先に進めない。2、3、4、夢の声が出るグリスは歌ってくださいね。いきなりラシドが出てきたんじゃないわけですから。ラタタタ。雪の山2番お願いします。男性から。3、はい。雪の山。で重くならない。雪ので、遅くなりますからね。遅くならない。3と4と雪の山を昨日出て里へ来たよと歌います。ほほほけんきょう、はい、準備して、ほほけんきょう。
の上の音、それ、100発100中にしてください。じゃあ一番、はい、ベースと雪の山ってが3度って気が全然感じられないんですそうでございますか。もうちょっとじゃあよく聞きましょうかね。あの硬いんですよね、なんとなくね、まだなんとなく言葉も慣れていないというか、あのこなれていないという感じがするんですけど、じゃあもう一回そこからいきましょう。雪のお山を昨日出て里へ来たよと歌います。雪の山から昨日来たんですよ。何が来たんですか、何が来たんですか。その反応があの欲しいんですけど、あのもうあのなんていうかな、やっぱり小学校で歌ったりする歌じゃないですか。だからやっぱりイメージがないと。雪の山を昨日出て誰が来たんだいって。うぐいすを思ってくださいね。じゃあお願いします。雪の山から出てきましたさん、はい。雪の山を昨日出てさ見ててください。じゃ あ、 海2番いきますかね、6ページの2段目男性のところ、あそこからいきます。女性も入ってください。 1,2,3 あちょっと待ってください、ちょっともうちょっと気持ち早めだ。 1,2 はい。海は1番からお願いします。少し前から弾いていただけます。どこからいいですか、はい、あの菊の花のお話が出ましたけれども、高貴なイメージ、それを持っていただいて、もう一度綺麗な花よからいきましょう。ですから、タタタタタタ綺麗なんて待ってましたって、その前、感想の
3連符がありますよね、ピアノの。それにもう引き込まれるような感じで、綺麗なっていけるようにしたいですね。その続くやらぐらいから弾いていて、揺れてどこまでからがページがあるでしょ。なので続くやらぐらいで、はい、はい、お願いします。はい、行っちゃいましょう。4小節。綺麗な花よで止まってしまわない、花よ菊の花と4小節行っちゃいましょう。じゃあ綺麗な1、2と3。綺麗な花よ菊の花。回らないようにしてくださいね。そうですね。咲いたからもう一度お願いします。で、ベース咲いたのレの音、これちゃんと取りましょう。じゃあ女性から2と咲いた。待って。アルトさん同じ音でしょ。咲いたって聞こえます。咲いたファファファさん、はい、咲いた。私の耳が変。咲いた同じ音です。咲いたさん、はい、咲いた。下がってますね。咲いたじゃなくて咲いた。アルトさんさん、はい、咲いた。そう、今大丈夫。それでさん、はい、咲いた。そう、それでベース咲いた。もう一度さん、はい、咲いた。そう、それで、そこのね、2小節目の咲いたがレファドってなるんですよ。レファド、これがスパーンとなりたいんです。ちょっと不安定じゃないですか。でも素敵な音なので、タタタンタンタタタンタンタンか。2つ目のさ、イになったらドミソになって安定する。ちょっと弾いてもらえます、はい、そう、さいたのさ、さだけが不安定で、すぐ次に安定している和音になるんだけれども、その不安定さもちゃんと不安定さを伝えないといけないです。もう不安定だからすぐ先に行っちゃおうとかじゃなくて、そのレファドっていう、それもしっかり鳴らしてください。でな、それが鳴ってるから次のドミソドが効いてくるわけですよね。じゃあ
4世になった2小節目の最大いきましょう。レーファーいいですか。2小節目ベースも入りますよ。レーサン、はい、最大。アルトさんとベース、最大最大さん、はい、最大。同じ音になる。たそう、もう一回さん、はい、さいた。そう、少し近づきますけどね、まだ一緒じゃないので。アルトさん、そんな頑張らなくていいですから、ベース聞いてください。さん、はい、さいた。ちょっと下がりますね。でも、しっかり上がれるように、上がれるように、いつも矢印上って思ってくださいね。もう一度、じゃあそこの 4世一緒のところ、2小節目お願いします。はい、3、はい、最高。じゃあターだけください。ファーさん、はい、さあ、最多のた、もう一回最多のただけさん、はい、何の音出してんだベースの。最多のた、たファーです。ファードファーラファードファーラさん、はい、もう一回さん、はい、はい、このくらいもうちょっとあのスパッとなりたいですよね。ファードファーラーさん、はい、そう、じゃあ一拍目の最多のさーたらたたたレドレファーさん、はい、次、はい、同じ音になるところを聞きましょう。でテナーは同じ音ですよね、全部ね。だけど置かれてる立場が違うっていうところで周りを聞いて歌ってくださいね。ベースはやっぱり上向き。もう一度じゃあその2小節目いきます。ゆっくりいきますね。3、はい、そう、たー、アルトさんもたーで上向きで。でも今の感じを忘れないで1週間いていただけます？耳の中にこうこうやって、じゃあそこ行きましょう。もう時間になっちゃう。いきます。1、2、サイター、うん、アルトさん同じ音、ファーファーファーですよ。サイターさん、はい、サイター、ちょっと下がっちゃうのね。サイって言った時にイっていう言葉で下がるんですね。だからさいたい、そんなに発音は意識しなくていいですから、音程の方を意識してみてください。じゃん、はい、さいたさいた、ちゅりくのはなが、ならんだ、ならんだ、乗せて、この花見て
まってるって感じです。どの花、上から行きましょう。どの花からお願いします。3、はい、どの花見てもお願いします。最後4章、どの花、どの花さん、はい、どの花